はい。皆さん、こんにちは。ワンダリグルビーチです。では、今回は、新ゲレンデボー、ベリーハードチャレンジ、アクベ編、続きをやっていきたいと思います。前回までに、オデッサの防衛に始まり、インド、マドラス基地、中国、北京、そして、オーストラリア、トリントン基地と攻略を進めてきて、いよいよギレン総帥からですね、ジャブロー攻略の許可をもらいましたので、今回からジャブロー攻略に着手していきたいと思います。では早速部隊をジャブロー攻略に適した場所へと配置していきたいんですけども、ジャブロー攻略を行う一番いい場所というのはやっぱりここニューヨークだと思いますので、全部隊ニューヨークに移動させて、ニューヨークからここジャブローに部隊を進行させましょう。友軍としてはですね、もちろんニューヨークからも出てますが、キャリフォルニアから部隊が発信しているようなので、これと一緒になってですね、ジャブローに突入していこうというところを目指していきたいと思います。では早速部隊動かしていっちゃいましょう。輸送ですね。輸送、全部隊輸送します。で、この後ニューヨークから発信ですね。はい。では全部隊ニューヨークに集結して、すでに発信しています。このままジャブローに突入していきましょう。主力は変わらず、マクベのグフ、これは専用のグフですね。ランバラル隊、そして3連星というのが主力になっています。新しいモビルスーツはですね、あまりないんですけども、その中でもドムキャノン、これがね、新しく養成できるようになってましたので、ユニットとしてはドムキャノンをこれから優先的に養成。あとは水陸両用タイプのズゴックですね。これはジャブロー攻略にすごく有効なので、これもね、優先的に配備ということで進めていきたいと思います。地球連邦軍本部、一足早く南米大陸の密林地帯に位置 CPU、 するこれがジャブロー巨大にな突地下入要しま塞したであのり、で、ジオン軍のそれによって攻撃を退ジャブけロー突剣入道のな要イベントだ塞け発生してますね。長く続く戦いに疲弊し、マクベの主力部隊は戦ま闘だ機の守り突入前崩ですれね。つつあった。ジオン軍は戦力を結集し、連邦軍の牙城に挑む。戦意ここにですね、ゲルググが来ましたね。突撃機動軍が南米に降下してくれています。まだゲルググは陽性で獲得できるモビルスーツユニットはないんですけども、一足早く突撃機動軍はゲルググ実戦配備してますね。このゲルググの援助も受けつつということになると思うんですが、この先ジャブローに突入するために部隊を送り込んでいきます。全体の3分の1ぐらい入れられそうですかね。できればもうちょっと数としてはね、入れておきたいなと思うんですけど、もうちょっと入れられるかな。半分ぐらいは入れられそうですね。半分ぐらいの数ここで入れちゃいましょう。ではジャブローへの突入戦開始していきましょう。部隊は全部で2つに分けてあります。マップの右側からと左側ですね。右側からは水陸両用部隊を中心に、左側はガウに乗せた陸上部隊中心に編成してあります。では早速基地中心部に向けて進んでいきましょう。拠点を確保しながらというところですかね。しっかり拠点取りながら進んでいきます。さて、レーベル将軍がここにいるのを確認しました。レーベル将軍、ご覧の能力、しかも大将ということで、指揮範囲もむちゃくちゃ広いので、これはもう早めにね、倒しておきたいので、3連星を出して倒しにかかりましょう。さらにマクベも出します。これで完全にレベル将軍の息の根を止めておきましょう。このターンではランバラル隊は入ってきていないので、ランバラル隊はこの次のターンということになりますね。まずはここでマクベを出して、そして、レベル将軍を叩いておきましょう。ここでレベル将軍撃破完了してます。レベル将軍、ここで撃破できたのは本当に大きいですよね。
ここがね、強いですね。バーニング隊もいれば、ヤザンもいる。ユーもいるっていうね。多分現状、最強の連邦軍のパイロットとユニットが揃っているのがここだと思います。他、ここにはアムロが G3 ガンダム。これも強いですね。南米大陸、ジャブロー付近に突撃機動軍。これまた、ゲルググじゃないだろうか。ゲルググだと嬉しいですよね。まだね、モビルスーツゲルググが要請できないんですよね、こちらはね。ゲルググ要請していきたいところなんですけどね。ゲルググが要請できないんだ、あれば、ここはズゴック。シャーズゴックもありますね。まあ、シャアは編入させてないので、まあ、使い道いまいちないですけど。あとはドモトロッピから撃破されましたが、ここでまた補充します。では、ランバラル隊も侵入させましたので、基地中心部を目指していきます。突撃機動軍の編入は行っていないので、まだ主力はドームですね。本当だったらね、早め早めにゲルググを使っていきたいなという思いはもちろんあるところではあるんですけどね。では、いよいよ基地中心部に迫っていきましょう。まあ、強い強いアムロだったりヤザンだったりっていうところはできるだけ避けてね通っていきます。やっぱりランバラル隊なんかをそういうところには当てていきたい ところですよね。このシナリオはマクベのシナリオなので、マクベがやられてしまったらその時点でゲームオーバーになるっていうことは当然頭の中に入れてですね、あんまり突っ込みすぎないようにマクベの位置には注意を払っていきます。よってマクベは3列目ですね。まあ、前衛にはいるものの一番前ではないというところで今戦ってもらってます。もちろん強化してあるんですが、まあ、グフ決してもうこのタイミングでは強機体ではないので、下手をするとやられてしまうということがあるですからね。これがマクベ専用のグフです。ここはデニム、ジーン、スレンダー、おなじみの3人組、ズゴックに乗ってもらってます。もうザクではないですね、彼らも。3連星です。強い強い敵との対峙、まあ、3連星がここでね、やられてしまうと痛いので、残ってもらってダメージを受けたら回復をして、まあ、その中で戦果を上げてもらうっていうので、ね、やっていってもらわないと3連星が撃破されるなんてことになるとかなり苦しくはなりますね。返り討ちにしてくれています。さすが3連星。ここはアムロの G3 ガンダム、インテンド、デムニム、ジーン、スレンダーですね。 G3 ガンダムのアムロ相手に、まあ後衛にいてくれるのが攻めてもの救いかな。全員出てきてね、格闘を入れられると確実にやられてしまいますからね。ではランバラル隊も下ろします。しっかり戦果を上げていってもらいたい。ここはユーやバニング隊に攻撃しかけてもらいましょうか。ここはランバラル隊です。バニング隊を撃破できるかどうか。まあ、ランバラルはね、強い上に専用ドムもしっかりと強化してあるので、戦果は期待できますね。かつ多少無理して仮に撃破されてもですね、ゲームオーバーにならないっていう、まあ、安心感みたいなものもありますね。これでバーニング隊も撃破です。で、ここで3連星でアムロに決戦を挑んでみましょう。援護としてランバラル隊もつけます。これで一気にアムロの G3 ガンダム、撃破と、いうところまで持ち込めたら嬉しいですよね。アムロ、3連星が倒せるかどうかですね。前衛には水中ガンダムがついているというところですね。まあ陸戦なので、ここは水中ガンダムを射撃戦で撃破して、ガンダム、G3 ガンダムに直接攻撃仕掛けたいところですよね。ガンダムに攻撃を仕掛けて、アムロさすがに残りましたね。
では再び、三度ですね、アムロの G3 ガンダムに挑みましょう。ここも3連星です。アムロを撃破してます。さあこれで敵の基地中心部丸裸にした状態で誰が乗ってるかわからないビクドレ、ここまで来れば攻略このターンでできそうですが、まあ、グフに乗ったマクベ、危なげなぐという展開でクリアできましたね、まあ、ベリーハードなのでもう少し苦戦考えられるかなと思ったんですけども、うまく進めることができました。ゴップでしたね、最後は。最後に、ゴップに、ジャブローの防衛を任せざるを得なくなっている。それが、現在の、連邦軍、というところでしょうか。では最後はマクベで、せっかくなんでね、制圧して、攻略完了と、したいと思います。エンディング見ていきましょう。敵本拠地の制圧に成功しました。敵軍は本拠地を失い、戦意を喪失しています。もはやこれ以上の戦闘は必要ありません。我が軍の勝利です。地球方面軍司令、マクベの活躍によって、ジオン公国軍は戦いに勝利した。80年にわたる地球連邦政府による地球圏の支配という歴史に終止符が打たれ、ザビ家による独裁政権が樹立する。だがギレン・ザビによる支配は長くは続かなかった。キシリア・ザビは独立戦争の英雄マクベを伴い反旗を翻したからである。オデッサ鉱山基地から得た豊富な資源が戦いを勝利へと導き、キシリアの反乱は成功する。そしてマクベはキシリアザビの部下として文官として優れた手腕を発揮し、その知性に大きく寄与したのである。はい、というわけでここでマクベ編ベリーハードチャレンジ終了になります。最後にベリーハードのフラグ立ったかどうかだけ見て終わりにしましょうか。もうだいぶねベリーハードチャレンジも進んできましたからね。ベリーハードついてますね。まあ、せっかくなので最後にベリーハード終わっていない人見ていきましょう。レベル勝負&ベリーハードはやりたくないなぁ。なんか骨が折れそうですよね。ランバラルもベリーハードまだか。ベリーハード終わってないところで言うと、レベル将軍、ランバラル。このあたりが終わってないですね。ガルマもまだ終わってないですね。マクベは今終わったの確認しました。ガイアもまだ。まだやれることは多そうだな。アムロ編、これは逆シャアですね。逆シャアのシャアもまだ終わってないです。いや、ベリーハードチャレンジは、まだまだ続きがありそうなので、そのあたりも今後ね、楽しみにしていただければと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回また別のゲームで、プレイを進めていきたいと思います。